こんにちは、歴史家の濱田浩一郎です。今回紹介する歴史上の人物は北条義時です。大河ドラマ鎌倉殿の13人で知名度はとてもアップしたと思うんですが、じゃあ一体何をした人なのと聞かれると、なんだっけという人も多いのではないでしょうか。そんな北条義時の業績といえば、一つ、源頼朝に協力して平家打倒に貢献。二つ、有力御家人を倒して幕府の実権を握った。三つ、承久の乱に勝利です。今からこの三つが何かを説明していきます。そして最後に、そこから学べる教訓も話していこうと思います。これが分かればあなたも北条義時マスターです。小難しい用語や人名、年号などはできるだけ使わずに説明していきます。それでは早速やっていきましょう。一つ、源頼朝に協力して平家打倒に貢献。義時は平安時代末期の1163年、伊豆の国、現在の静岡県の称号族、北条時政の息子として生まれました。称号族の次男として平凡な人生を歩むかに見えましたが、姉の北条政子が頼朝と結婚したことによって義時の人生は激変します。伊豆に流罪となっていた頼朝が1180年平家打倒の兵を挙げたのです。そして義時もお父さんやお兄さんと共に頼朝の挙兵に従ったのでした。戦で苦戦することもありましたが、最終的に頼朝らは関東の豪族を次々と味方につけていき、鎌倉に入ります。頼朝への貢献が認められ、義時は1181年に頼朝の寝所、つまり寝る場所を警護する武士の一人に選ばれています。1185年には平家追討軍に属して九州に向かい、戦闘を切って戦場に臨んだりもしています。九州から鎌倉に帰ってからも義時は頼朝の友をして京都に行ったりしていますので、頼朝のお気に入りとしてそばにいたのでした。頼朝が義時のことを気に入っていたエピソードとしては、義時の恋、結婚を頼朝が仲介したことがあります。義時は姫の前という幕府に仕える女性を好きになってしまい、2年間ほど何度も何度もラブレターを出し続けているんですが、全然振り向いてもらえませんでした。失恋かと思いきや、そのことを聞いた頼朝が姫の前を説得して義時と結婚するように仕向けてくれたんです。義時は頼朝が仲人をしてくれたことにとても感謝したはずです。義時ラッキーですよね。2つ、有力御家人を倒して幕府の実権を握った。主君頼朝との別れは突然やってきます。1199年、頼朝は突如病死してしまうんです。頼朝の後継者は息子の源頼家でした。まだ若い頼家を支える有力御家人が13人いました。これが大河ドラマ鎌倉殿の13人の名前の由来となった人々ですね。13人の中には義時、そしてお父さんの時政も入っていました。他にどういったメンバーがいたか、彼らが何者かは私のチャンネルの中で特に人気の動画、鎌倉殿の13人誕生秘話をぜひ見てください。13人の有力御家人はお互い団結して仲が良かったわけではありません。自らこそが権力を得たいという野望を持っていた人々が多かったので、その中で殺し合いを始めてしまうんです。ある時はこいつは悪いやつですと将軍に告げ口をして鎌倉から追放、最後には殺したり、またある時はちょっと家に来てくださいと誘い出し騙し討ちをしたり、さらには謀反の疑いをかけたりして敵対する者をどんどん殺していくのです。そして最終的に駆け上がって権力を握ったのが北条氏でした。義時というよりはお父さんの北条時政がそうした陰謀を巡らせていたと考えられています。時政の陰険さに愛想が尽きたのか、時政の暴走を止めるべきだと考えたのか、
義時は時政を鎌倉から追放、自らが実権を握っていきます。とはいえ時政追放後、義時も有力御家人を挙兵に追い込んで討伐していますので、結局はお父さんと同じことをやっているのです。3つ、承久の乱に勝利。承久3年1221年5月、京都の後鳥羽上皇は朝廷の権力の回復を図るため北条義時を討てという命令を出して挙兵します。歴史教科書にも載る有名な承久の乱の勃発です。鎌倉幕府内では関東に留まって朝廷軍を迎え撃つのか、それとも京都まで進撃して朝廷軍を破るのか、議論が二分します。が義時は様々な人の意見を聞いた上で京都まで進撃して朝廷軍を撃破する作戦を取ることを決意。大軍を派遣してついに朝廷の軍勢を破ります。そして戦後は上皇を島流しにするという厳しい処分に及ぶのです。承久の乱の勝利によって幕府の勢力は西国にも拡大、武家勢力が全国に及び、北条氏の権力も一段と増していくのでした。承久の乱から3年後の1224年、義時は62歳で亡くなります。義時の業績をまとめると、鎌倉幕府の権力を安定させ、北条氏中心の政治を固めたと評価できるでしょう。北条義時から学べる教訓は人の意見をよく聞くことです。権力者だからといって独裁的に自分勝手に物事を進めていくのではなく、人の意見をよく聞いています。例えば承久の乱の時も、京都に攻め上って行くべきか否か、男性の幕府有力者だけではなく女性である北条政子の意見まで聞いているのです。リーダーシップの名著として名高い中国の古典貞観政要も、部下の意見に耳を傾けることの重要性を繰り返し説いています。義時も聞く力を持っていたと私は思います。今日は忙しい人に向けて8分でわかる北条義時って何をした人と題して、義時の生涯をまとめてみました。 YouTube 歴史塾では鎌倉殿の13人のドラマ解説動画や、ドラマを見る上で参考になる動画をたくさん作っていますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。